たにさようならって言えるのは今日だけ。明日になってまたあなたの温かい手に触れたらきっと言えなくなってしまう。そんな気がして私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった。私の誕生日に22本のろうそくを立て、一つ一つがみんな君の人生だねって言って、17本目からは一緒に火をつけたのが昨日のことのように、今はただ5年の月日が長すぎた春と言えるだけです。あなたの知らないところへ嫁いでゆく私にとって、私のわがまま聞いてくれるなら、あなたはあなたのままで変わらずにいてください、そのままで。どうも、風です。突然大久保くんから電話かかってきて、行くって言うから来てもらいました。あの時代にこういう音楽をやってた二人の若者がいたと、ただそれだけのことです。だいたいどれくらいぶり？13年ぶりですね。とにかく僕もあんまり人のこと言えたあれじゃなくて、全然ギターなんか弾いてなかったもんだから二人で練習しても指が痛くてしょうがなかったんですけど、やっぱりそういうあんまり時の流れっていうか、そういうブランクなくて、割とすぐなんかね昔の感覚戻るっていうかね。ただどっちがどっち並んでたか僕は思い出せなかったんですけど、